アマリ・クーパーはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身のアメリカンフットボール選手である。ポジションはワイドレシーバー。NFL の AFC 東地区に所属するダラスカウボーイズに在籍している。高校3年時には怪我でシーズンの大半を欠場したが、QB テデ,ディブリッジウォーターのパスターゲットとして16回のレシーブで175ヤードを獲得、4TD を上げた。 4年時のシーズン前にアラバマ大学のサマーキャンプに参加しニック・セイバンからリクルーティングを受けたこの年33回のレシーブで722ヤードを獲得 6TD を挙げたオーランド・センティネルにはフロリダ州の高校生で4番目に優れた選手と評価された高校生のオールスターゲームに招待された彼は75ヤードの TD レシーブ及び93ヤードの パントリターン TD を挙げた。高校ではアメリカンフットボールの他にバスケットボールを呼び、陸上競技も行った。アラバマ大学では1年次の2012年、先発9試合を含む全14試合に出場し、59回のレシーブで1000ヤード、11TD を挙げた。11TD はアルラリーが62年前に作った記録を破る大学記録であった。また、 レシーブ回数、レシーブ獲得ヤードはいずれもフリオ・ジョーンズが作ったアラバマ大学の新人記録を破った。ジョージア大学とのサウスイースタンカンファレンス選手権では8回のレシーブで128ヤード 1TD を上げチームは32から28で勝利した。ノートルダム大学との BCS ナショナルチャンピオンシップゲームではチームトップの105ヤードを 獲得 2td を上げて42から14の勝利に貢献した。この年フレッシュマンのオールアメリカンに選ばれた。2年時の2013年、怪我のため2試合を欠場、7試合の先発を含む12試合に出場し、45回のレシーブで736ヤード 4td を上げた。オーバーアン大学とのアイアンボールでは6回のレシーブで178ヤードを獲得。 AJ マキャロンから受けた99ヤードの TD レシーブは大学記録となった。オクラホマ大学とのシュガーボールでは9回のレシーブで121ヤードを獲得。チームは31から45で敗れた。3年時の2014年にはテネシー大学戦で1試合での大学記録を更新する224ヤードを獲得した。その後、オーバーン大学戦でも二十四ヤードを 獲得した。この年124回のレシーブで1727ヤードを獲得、16td といずれも大学記録を更新した。124レシーブはカンハレンス記録でもあった。通算228レシーブ、3463ヤード、31td はいずれも大学記録となった。ハイズマン賞のファイナリストになった彼はマーカス・マリオタ。 メルヴィン・ゴードンに次ぐ3位となり、カレッジの最優秀レシーバーに贈られるフレッド・ビレトニコフ賞を受賞、オールアメリカンに選ばれた。大学4年時でのプレーはせず、2015年の NFL ドラフトにアーリーエントリーを行った。カレッジフットボールで栄誉のあるビレトニコフ賞を全開一致で受賞した。2015年の NFL ドラフトでは一順全体4位で、 オークランドレーダースから指名されて入団した。当初背番号19をつけたが、ジェームズ・ジョーンズが解雇された後、89番をつけるようになった。9月13日のシンシナティベンガルズとの開幕戦で、初出場、5回のレシーブで47ヤードを獲得した。第2週のボルチモア・レイブンズ戦で109ヤードを獲得。 デレック・カーからの68ヤードのパスがプロ初の TD レシーブとなった。第3週のクリーブランド・ブラウンズ戦で、レーダースの新人記録となる8回のレシーブで134ヤードを獲得、2005年のランディモス以来となる2試合連続で100ヤード以上を記録した。11月8日のピッツバーグ・スティーラーズ戦で、ティム・ブラウンが持っていたチームの新人記録である43レシーブを更新した。 12月20日の試合で、レーダースの新人として、初めて1000ヤード以上のレシーブを上げた選手となった。レーダースで1000ヤード以上を獲得したレシーバーが、出たのも2005年のランディモス以来であった。5試合での100ヤード以上獲得及び72回のレシーブはいずれもチームの新人記録となった。12月22日、チームメイトのデレックカー。 ラタビアスマレーと共にプロボールの補欠となり、ブランドン・マーシャルの代役として出場した。2016年、ニューオーリンズ戦一との開幕戦で6回のレシーブで137ヤードを獲得、35から34の勝利に貢献した。第5週のサンディエゴ・チャージャーズ戦では6回のレシーブで138ヤード、1TD を上げ、34から31の勝利に貢献した。 第8週のタンパベイバッカニアーズ戦で自己ベストとなる12回のレシーブで173ヤード 1TD を上げ30から24でのオーバータイムの末の勝利に貢献した。この年83回のレシーブで1153ヤード 5TD を上げ2度目のプロボールに選ばれた。また NFL トップ100プレイヤーズオブ2017の53位に選ばれた。 2017年2017年、テネシータイタンズとの開幕戦で13回、パスターゲットとなったが、5回のレシーブで62ヤード、1td にとどまった。第2週の試合では33ヤード、その後3試合連続で10ヤード未満の獲得に、終わった。第7週のカンザスシティチーフス戦で11回の、レシーブで、自己ベストの210ヤード、2td を上げて、 AFC の週間最優秀攻撃選手に選ばれた。レーダースの選手が200ヤード以上レシーブで上げたのは1965年以来であった。第16週のフィラデルフィア・イングルス戦で63ヤードの TD レシーブを含む3回のレシーブで66ヤードを獲得した。最終週のロサンゼルス・チャージャーズ戦では87ヤードの TD レシーブを含む3回のレシーブで115ヤードを獲得した。シーズン終了後、シーズン途中に足首の怪我が原因で満足いくプレーができなかったことを明らかにした。この年48回のレシーブで680ヤード獲得に止まる一方で 7TD を上げた。2018年4月22日、レーダースは5年目のオプション契約を行使した。 延長にもつれた第4週のクリーブランドブラウンズ戦では8回のレシーブで128ヤード 1TD を上げた。ロンドンで行われた第6週のシアトルシーホークス戦で脳震盪を起こした。10月22日、翌年のドラフト一巡指名権とのトレードでダラスカウボーイズにトレードされた。11月5日のテネシータイタンズ戦では チームトップの5回のレシーブを上げて58ヤードを獲得したがチームは敗れた。サンクスギビングデーに行われたワシントンレッドスキンズ戦で8回のレシーブで180ヤードを獲得90ヤードの TD を含む 2TD を上げた。この週の活躍で NFC の週間最優秀攻撃選手に選ばれた。第14週のフィラデルフィアイーグルス戦では10回のレシーブで 自己ベストとなる217ヤード 3td を上げ、この週も最優秀攻撃選手に選ばれた。チームは10勝6敗で NFC 地区優勝を果たし、プレイオフに第4シードで進出した。シアトルシーホークスとのワイルドカードプレイオフでは7回のレシーブで106ヤードを獲得チームは勝利した。ロサンゼルスラムズとのディビジョナルプレイオフでは6回の レシーブで65ヤードを獲得、1TD を上げたがチームは敗れた。2019年1月21日、怪我をしたマイケル・トーマスに代わって、プロボールに選ばれた。この年、レーダースとカウボーイズで合計15試合に出場、75回のレシーブで1005ヤードを獲得、7TD を上げた。2019年、 ニューヨークジャイアンツとの開幕戦で6回のレシーブで106ヤード 1TD を上げた。2週間後のマヤミドルフィンズ戦では6回のレシーブで88ヤードを獲得 2TD を上げた。第5週のグリーンベイパッカーズ戦では11回のレシーブで自己ベストの226ヤードを獲得 1TD を上げたがチームは24から34で敗れた。 第6週のニューヨークジェッツ戦では太ももを負傷し、1回のレシーブで3ヤードを獲得したのみで退いた。翌週のフィラデルフィア・イーグルス戦で5回のレシーブで106ヤードを獲得した。バイウィークを挟んだニューヨークジャイアンツ戦では4回のレシーブで80ヤード、第4球に45ヤードの TD レシーブを上げて、勝利に貢献した。第10週のミネソタ・バイキングス戦では11回の レシーブで147ヤード、1TD を上げた。第13週のシカゴベアーズとのサーズベイナイトゲームでは、6回のレシーブで83ヤード、1TD を上げて、この年もレシーブ1000ヤードを達成した。この年、全16試合で先発し、79回のレシーブで、自己ベストの1189ヤード、8TD を上げた。レギュラーシーズン、ありがとうございます。